ボッサンハイボールクラブへようこそ。今回はこちら、シングルモルト余市、余市蒸留所限定3種飲み比べ。というわけでですね、今回は余市蒸留所限定シングルモルト余市3種飲み比べですね。まずこちらですね、ウッディ&バニラ、シェリー&スイート、そしてピーティー&ソルティという3種ですね。こちらシングルモルト余市をですね、構成する構成原酒の主だった3種ですね。3種類、こちらそれぞれどれぐらい味が違うのかをストレートとハイボールでテイスティングしていきたいと思います。というわけでですね、こちら余市蒸留所限定シングルモルト3種揃い踏みといったところで、実際にではこちらテイスティングしていくところなんですけども、その前にちょっとだけこちらですね、色味の確認なんですけど、シェリー&スイートがですね、非常に濃い色味を醸し出しているのに対して、ピーティー&ソルティは少し薄めの印象、そしてウッディー&バニラもやや薄めの印象というところで、それぞれの色味にもかなりの違いがあるので、このあたりも含めてどれぐらい味が変わっているのかをしっかりと見ていきたいと思います。では早速ですけれども、テイスティングしていきたいと思います。まずはこちら、ピーティー&ソルティですね。余市らしさがおそらく一番出てるんじゃないかなという印象があるんですけども、やっぱり一番こいつに近い感じは、香りはね、本当にシングルモルト余市に近い。あ、味もね、かなり余市に近い。アルコール辛さなども含めて、PT さも含めて、かなりシングルモルト余市に近い感じのバランス感。で、次にこちら、余市シェリー&スイートですね。香味よりもアルコール辛さが結構強めにくる感じ。ああ、かなりしっかりとしたボディ感で、やっぱ PT さが連続してガンガンとくる感じで、宮城郷に比べると、宮城郷のシェリー&スイートってね、かなり似た感じでは、正直。ストレートの時点では。実際に余市のシェリー&スイートと宮城郷のシェリー&スイート比べてみてもいいかもしれない。それぐらいね、結構特徴は似通ってる。このボディ感みたいなのがハイボールにしてどうかあるかっていうのはすごく気になる。そして最後に、ウッディ&バニラですね。ものすごくバニラ、本当にウッディよりもバニラの方がガツンとくる感じで、でも飲むとしっかりとその樽感というかウッディさが主張してくる。香り立ちがすごくバニラ感が強くて、飲むとウッド感がくるっていう、そのしっかりとね、ウッディとバニラの住み分けができてるかなっていう。 PT さはこの2本に比べるとすごく抑えられてるので、非常にストレートで飲んでもスルッと入ってくるので飲みやすい。余韻のところでアルコール辛さがくる。まあ、アルコール度数55度というアルコール度数の基本的な高さが主張してくるアルコール辛さというのはもちろんあるんですが、この立ち位置が違う3本ですね。この2本はどちらかというとかなりピーティーな感じで、ここはね、かなりおとなしめな印象。余市って言われてもちょっとピンとこないかなっていうのは少し感じるところあります。これを今度はハイボールにしてどれだけ変わっていくのかちょっと見てみたいと思います。まずはこちらですね、ピーティー&ソルティからテイスティングしていきたいと思います。塩気がする、確かに塩気が強い。本当にね、製品版の余市にかなり近い味わい。本当製品版の余市が好きなら多分これが一番好きなんじゃないかなっていうぐらいには、すごくね、ピーティーさもあり、その塩辛さみたいなのもあり、非常に製品版の余市にかなり近いブレンドなんじゃないかなというところで、こちらシェリー&スイートですね。やっぱり焦げたトースト、でも比較的味的には丸みを帯びてるので、そこまでトゲトゲしくはない。ピート砂糖熟成感はしっかりしてるけど、それをまあうまくまとめた感じがする。非常にシェリー&スイート、甘みはね、ハイボールにしても一応しっかりとあるのは、俗に言う濃い味といった感じですかね。そしてこちらウッディー&バニラ最後、
飲みやすい、実に飲みやすい。もうね、バニラ感がすごく抑えめになって、ウッディ感が結構前面に出てくる感じ。それでいて、じゃあその喉に引っかかりとか変なバニラ感があるかと、そうでもなくて、すごく飲みやすくて整えられた感じになってる。まあ逆を言えば、その個性を主張してこないから、ウッディ&バニラは飲みやすいハイボールになるのかな。こうしてみるとね、ここの2つがね結構対極。ベイティ&ソルティを飲むと結構ガツンとくる感じで、ウッディ&バニラ飲むとサラッとしてる感じで、その2本がすごく対極に位置してて、まあ、これをまあ合わせることによってあの良い地になるのかっていうぐらい、全く味のベクトルが似通ってない、むしろこれを合わせることで調和していくのかなっていうぐらいには、うまいことできてるな、バランスって感じますね。で、そしてこのシェリー&スイート、しっかりこのボディ感と、もちろんその焦げたトーストのような風味はあるんですが、こいつがあることによってよりコクみたいなものが出る。それが3つ合わさって、まあいい感じになるんやろうなっていう。夜市の3種に関してはそういった印象になります。というわけで今回はですね、夜市蒸留所限定シングルモルトウイスキー夜市3種類をそれぞれテイスティングしてみたわけなんですけども、かなりですね、味に特徴というか差別化がすごく図られていて、かなり驚きでした。特にこの PT&Salty に関しては、かなり製品版の夜市に近い印象を受けましたね。ウッディ&バニラに関しては、ストレートロックで飲めばかなりバニラ感は感じるのですが、ハイボールにすることでウッディさが前に出てきてすごく飲みやすくなります。なので基本ハイボール向きのブレンドなのかなと。そしてこのチェリー&スイートですけどね、やはりその期末の飲みにくさみたいなのは感じるところではあるんですが、コク的なところをやはりしっかりと下支えしている部分は感じたので、これね、夜市と宮城郷だけがシェリー&スイートで被ってるので、まあ、これから先ちょっと夜市と宮城郷のシェリー&スイートの飲み比べもできたらなと考えています。というわけで、モッサンハイボールクラブでは引き続きいろいろなことを挑戦していきたいと思っております。まだまだ舌足らずな点ございますが、引き続き応援していただけるとありがたく思います。いいね、チャンネル登録、コメントなども引き続きお待ちしていますので、よろしくお願いします。モッサンハイボールクラブでした。ご視聴ありがとうございました。